こんにちは、アンドロイドのお姉さん、沙織です。今日はタイトルにある以上でも以下でもないんですけど、前歯が取れました。やばいね、この間抜け面。事故でも、病気でも何でもないんですけど、実は生まれつき歯が、この歯が生えてこなくて、狩り歯を隣の歯にくっつけてる状態で生活してたんですね。ちなみにこっちも狩り歯3本足りてないんですよね。ここと、ここと、奥で。本当はインプラントにしないといけない、インプラントとかにしないといけないんですけど、なんか3本で150万ぐらいかかるって言われて、本当学生時代からずっとこのまま放置してたんですけど、今日チョコレートバキッて噛んだらグッて持っていかれました、チョコレートに。でもまあよくあるんですよ、2年に1回ぐらいあることなんで、もう慣れっこなんですけど、でもこの顔見せたら結構びっくりされるから。今本当に自粛中で人と会わないからよかったなと思って、なんか本当に仕事前とかいきなりこんなんだったら本当に困るから。すごい、この顔を見るだけで笑えるからいいですね。いいっていうか、まあちょっとちゃんと歯医者に行かなきゃなと思います。歯医者嫌いだからな。いや、ちょっとバタバタしてるんで、実はちょっとの間はこれでいなきゃいけないかなと思ってます。まあマスクして生活してるし、人とも会わないんで、まあちょっと楽観的に考えておこうかなと思います。そういう報告ですね。でもまあ仕事を開始して、アンドロイドだからね、口開けなくていいんだけどね、さすがに人とのコミュニケーションやりづらいよね。ちょっと全焼します。